これね、僕もずっとこの問題十何年やってきて盲点でしたね。 NHK をぶっ壊す。令和6年2024年の2月の20日17時22分であります。さあ、新しいサービスを始めていきます。先ほどですね、NHK の令和6年度の予算ということで総務省からの説明を受けました。1個前の動画で出してますが、どういうサービスを始めるかっていうとですね、まあ、これまで NHK と契約してる人ですね、まあ、簡単に言えば支払ってる人です。支払ってる人の多数はですね、銀行の自動引き落とし、あるいはクレジットカードでですね、2ヶ月払いや6ヶ月払い、12ヶ月払いやってたんですけども、まあ支払い方法をですね、コンビニ払い、つまり、継続振込、継続振込に変えてくれということをですね、やったとしても、なかなかこれをですね、電話を NHK に、契約者、当事者が NHK に電話をしたりやるのが大変だということで、この業務を弁護士あるいは司法書士にお願いするサービスをやっていきたいと思っています。つまりですね、これまでは NHK との契約をまずは自動引き落としから継続振込に変えてもらって、 NHK から請求書が送られてきて、 NHK からの請求書とですね、身分証明書と、あと委任書ですね、弁護士あるいは司法書士に対する委任状の3点セットでやってもらってたんですが、契約詳細についてはもう一度出していきますが、契約者方の住所とお名前と電話番号の3点があればですね、委任状と身分証明書の郵送だけでですね、弁護士あるいは司法書士がですね、 NHK に直接連絡をします。で、これまで自動引き落としだったものをですね、コンビニ払いに変えてください。で、コンビニ払いに変えてですね、請求書の送り先は弁護士事務所にお願いしますっていう新しいサービスを始めます。これね、僕もずっとこの問題十何年やってきて盲点でしたね。今までは、まあ、NHK に払いたい人は払えばいいと思ってたんですけども、なかなかですね、高齢者とかは理解できないんで、もう諦めちゃうんですよね。払ってる人の大半はですね、銀行から勝手に引き落とされてると、クレジットカードでやった方が得だと言われてクレジットカードで支払ってるっていう方は諦めないでください。住所とお名前、電話番号、この3点をですね、ご連絡をいただいて、委任状を書いていただければ、弁護士あるいは司法書士があなたに代わって、NHK に連絡をします。まあ、手紙で十分だと思いますが、連絡をしてですね、皆さんの支払いを止めるというサービスを展開していきたいと思います。このようにですね、NHK の受信料っていうのは年々下がってきてですね、マックス7122億あったのが、来年はついに5810億まで下がるとなっています。で、支払い率も今 79% なんですが、来年は 78% まで落ちると。いわゆる5人に1人以上ですね、不払いをしていると。これは受信料を払う人が払っていない人の分まで負担させられるという非常に不公平な制度で、税金だとこんな 78% なんてありえないです。95% 以上の数字が普通どこの自治体でも出てくるんですが、まあこれは明らかに NHK 側の懸体ということでですね、まあとにかく今払ってる人が不払いをする。で、その理由として一番なのが 78% しか払ってないんだから、それは 22% 分余計に払わされてるんだから、早く不払いしてる人に対して裁判しろよと。裁判みんなにしたら1人当たり 22% 下がるんだから、真面目に払ってる人が損するんだったら私も不払いするよということで、十分理由は成り立つと思います。とにかくこの新しいサービス、これからですね、ちょっと弁護先生と司法書先生の相談をして、まあフォーマット化してですね、やっていきますので、しばらくこのサービスの開始までお待ちいただきたいと思います。以上です。 NHK に受信料を支払わないことによって NHK をぶっ壊す。